ここが歴史深きドゥルダの大修練場。神話の時代からある場所で、鍛錬した者の血と汗が染みついています。あなたも歴代のユグノア王子と同様、ここで二魔大使の稽古を受けるはずでした。わざわざここに来ていただいたのは、老子の時代から連綿と続く伝統の地をあなたに踏ませてあげたかったからです。あなたの祖父老様もここで修行を受けたのですが、彼の偉業は今も皆の記憶に残っています。偉業だと？二魔大使の修行は厳しいことで有名です。これは弟子が追い出した時にお尻を叩く、通称お尻叩き棒。なんと老様は6年間の修行でこの棒でお尻を叩かれること10,000回。この記録は未だ破られることなく、老のようになることなかれという戒めが今も語り継がれているのです。大した偉業だな。老様が心配ですか？ですが、あの方は大使の厳しい修行を耐え抜き、今も伝説の弟子として語り継がれる方。世界崩壊の衝撃で亡くなるほどやわではありません。きっとどこかで無事でいるはずです。今日はあなたのために大使の宮殿でささやかな宴を開かせてください。二魔大使がいない今、私たちにできることは多くありませんが、あなたのためにできる限りのことをしたいのです。目が覚めたか？ま、過ぎたことを言っても仕方がない。そろそろ行くか。それで修行者の安否は？申し訳ありません。参道の魔物は我々の手に負えず、修行者を発見することはできませんでした。そうですか。三歩大掃除を、何か困りごとでも？ああ、お二方、実は半月ほど前に一人の修行者が里を訪れ、ドゥーランダ山頂へ向かったのです。たった一人で？何故そのようなこと？わかりません。ですがその修行者は里の者から大使が亡くなったことを聞くと、何も言わずに山頂へ向かったそうです。山には魔王の影響で凶暴化した魔物が住み着いているため、救出のために僧兵を派遣したのですが。この通り怪我をして戻ってくる始末。それでどうしたものかと思案していました。日々修行を積み重ねながら、肝心な時にその成果を発揮できないとは、自分が不甲斐ない。では我々がその修行者の救出に向かうのはどうだろう？
申し出はありがたいのですが、大切な使命があるあなた方に迷惑はかけられません。しかし、その修行者をこのまま見捨てるわけにはいかない。なあ、いいだろう。里の者には一宿一飯の恩もある。その修行者を助けてやろうではないか。ありがとうございます。ですが、ご好意に甘えてばかりもいられません。私も一緒に連れて行ってください。うん。では早速ドゥーランダの山頂へ向かいましょう。山頂へは里を出て東の道から行くことができます。助けるぞ。
上出来だ。勝利だ。こいつは見るに耐えんな。もしやこれが
一人で山頂に向かったという修行者なのか。きっとそうに違いありません。しっかり座禅を組んで息絶えたところを見るに、この者は覚悟の死を遂げたのでしょう。しかしこの姿どこかで見たような。これは数ある無夫婦本の中でも最高と名高いピチピチバニーではないか。不幸中の幸いとはこのこと。この修行者哀れな最後ではあったが、きっと幸福に包まれ天に召されたに違いない。ん？これはユグノア王家の者が持つ首飾り。こんな貧相な修行者がなぜこれを。まさかこの修行者は。ロー様、そうか、老様は二馬大使のマナ弟子。おそらく大使が亡くなったことを知り、世をはかなんで安らかな死を選んだのだろう。いや、待ってください。まだ息があります。なんだと。おそらく老様の御霊は今生と死をさまよっておられると思われます。しかしこのままでは死。いえ、一つだけ老様を救う方法があるかもしれません。あなたが冥府生と死の狭間にある世界へ赴き、老様を救出して戻ってくるのです。冥府に行くだと。だがどうやって。そんなことが可能なのか。実はドゥーランダ山頂にあるこの御堂は、古来より冥府と通じる霊源新たかな場所だと伝えられます。私が里に伝わる分霊の儀式を行って、肉体から魂を離脱させれば冥府に入ることができるはずです。ですが冥府は生と死が揺らぐ世界。聖者であるあなたが行けば二度と帰ってこられないかもしれません。それでもあなたは、ロー様、あなたのおじい様を救うため冥府に行きますか。うん、わかりました。それではあなたを冥府へと送りましょう。心の準備ができたら。いっ、さあ、あなたを送ります。すべての魂が帰る場所へ。ドゥラリホドゥラリホドゥラリホ。おい、なんだその変な踊りは。本当に大丈夫なのか。ドゥラリホドゥラリホドゥ。
夜べなくさまよう哀れな魂がまた一つこの世の果てに流れ着いたようだね。顔を見てみりゃまだ若い。こんな子が冥府に落ちるなんて、ほんと神も仏もありゃしないよ。ずいぶんほうけた顔してるけど、あんた自分がこれからどんな運命をたどるか分かってるのか？へえ、あんたの年でそこまで知ってるとは。こりゃ大変だ。世紀の大天才が現れた。現世に戻ってみんなに知らせなきゃね。なんて、そんな嘘に騙されるかっての。あの世に来てまで知ったかぶりするなんて、ほんと見えっ張りなやつだよ。仕方がないね。無知なあんたにこの冥府について少し教えてやろうか。なあ、鈍いあんたでもわかるだろう。見ての通り、この世界には何もない。そう、ここは無の世界なんだ。本来冥府へ誘われた魂は新しい命として再生するために大樹へ向かうんだけどね。魔王によって大樹が失われた今、冥府は完全な無の世界になった。哀れな魂の行き場は永遠に失われたのさ。だからあんたの魂はもうすぐこの虚無の中で消えちまうんだよ。大樹による生命の循環は断たれ、やがて全ての命は消え去る運命にある。魔王がいる限りこれは変えられない。悔しいだろうけど諦めな。もうどうしようもないんだよ。全ての命の源、大樹の魂を手に入れた魔王にかなう者がいると思うかい？いるわけないよね。でもさ、そんな魔王に逆らおうとしている奴らがいるらしい。ほんと、どいつもこいつも往生際が悪いったらありゃしないよ。僕がこの世を儚んで死んだとでも思ったかい？とんでもない、逆さ。あいつは諦めてなんかいないよ。魔王をぶちのめすことをね。ロウ、あんたのじいさんは里の奥義を習得するために決死の覚悟で死んだあたいに会いに来たんだ。もうあたいが誰だか分かっただろう。そう、ロウの師匠であり、あんたの師匠になるはずだったニマだよ。あの魔法陣が見えるかい？ロウは体に魔力をまとって舞い踊り、魔法陣に大樹の文様を描いてるんだ。それが奥義習得の修行ってわけ。ここに来てから奴はずっと踊り続けてる。体が自由に動く年でもないのに、ほんと無茶するよ。見てな、あの魔法陣が完成した時、ロウは奥義を得得するよ。ロウ、甘っとれるな。またお尻を叩かれたいのかい？
の野郎、やりやがったね。たまにはかっこいい姿を見せんじゃないか。はぁ、あ、ははうひゃひゃ太子様、ついにやりましたぞ。わしの勇姿を見ておられましたか。根性なしのあんたにしちゃ頑張ったじゃないか。しょうがないから褒めてあげるよ。なんと太子様、今わしのことを褒めましたな。わしのこと褒めましたよね。おひょひょい、太子様に褒められるとは何十年ぶりか。その言葉だけでご飯十杯はいけますぞ。はあ、あんた調子に乗りすぎて大事なものを見落としてるんじゃないかい。横を見てみな。お主は。勇者よ、死んでしまうとは何事じゃ。はあ、落ち着きなろう。早とちりするのはあんたの悪い癖だよ。そいつは生きてる。なんですと。生きていると。そいつはね、お前が死んだと思って現世からあんたを助けにやってきたんだよ。ほう、そうか、そうか。まったく危険なことをしおって。わしならもう大丈夫じゃ。さあ行こう。奥義を得得したわしと勇者のお主がいれば、もう恐れるものはない。現世戻って憎き魔王をぶちのめすのじゃ。おっと、待ちな。どこへ行くんだい。太子様、大変お世話になりました。修行も終わったことですし、我々は元の世界に帰ろうかと。修行はまだ終わってないよ。あんたの修行がね。さあ、こっちに来な。さっきローが放った技こそ、ドゥルダの奥義、グランドクロス。あの技は神話の時代、勇者ローシュの仲間の一人ウラノスによって編み出された技だ。そしてあんたに教える技は、グランドクロスにも引けを取らない大技、覇王山さ。なんてったって覇王山はローシュが初代大使天神との修行の中で編み出した空前絶後の秘奥義だからね。なるほど。わしがウラノス様の技を覚え、お主がローシュ様の技を覚えれば、向かうところ敵なしじゃな。でもね、覇王山は里に受け継がれながら、ローシュ以外には誰も習得することができなかった。その技をわずかな時間で覚えようってんだから、当然修行はとんでもなく厳しいものになる。どんなに辛く厳しい修行が待ち受けていても、それに耐える覚悟があんたにあるかい。いい返事だね。それじゃ早速覇王山の修行を始めるよ。覇王山は使用者が自身の魔力を刃の形にして放つ技。さあ、手を前に出し剣をイメージして魔力を集中させな。まあ最初はそんなもんだろう。というわけで、あとは実戦で技を磨いていくとしようかね。
それではまさか太子様と。いや、しかしそれは早すぎませんか。はあ、何言ってるんだい。相手はお前だよ。お、ま、え。なんとわしが戦うのですか。さっき奥義を覚えたお前ほどぴったりな相手はいないだろう。ユグノア王家の血を引く者同士の戦い、こいつは見ものだね。じゃあ準備ができたらあたいにいいな。